こんにちは。フュージョン360で、少しずつ慣れてきたと思うんですけれども、ちょっとね、いろいろもうちょっとこうスマートに作るっていうのをね、学習してみたいと思います。これは、誰かが作ったんですが、こんな風にですね、たくさんのところに、スケッチを書いてますね。でこれはこれで悪くはないわけなんですけれども、こんなにたくさんねスケッチ描かなくても、作れるようになってます。少ない数のスケッチから、たくさんの立体を作るということができますので、まあ、そちらを紹介しながらですね、スマートに作るっていうのをやってみましょう。まあ、その中でいくつか便利な道具もご紹介しますね。こういうふうにまだ作成途中なんですけれども、ここから作っていくというのをやっていますね。でまずこのここから上に座面の部分をね立ち上げていきます。これ360ですね、幅が、幅というか高さですね。でこちらは新規 OK です。それから先に丸棒を作ってみたくなるところなんですが、それをやめて、この板をですね、あとここに2枚、等間隔に配置するというのをやってみましょうね。作成パターン、パス状のパターンを選びます。パス状というのは線に沿っていくんですね。でパターンタイプのは、これはパターンボディですね。このボディをいくつか配置していきますので、パターンボディ、そしてオブジェクトは1個選択済み、パスはこの両線を選びます。そうしますと最後の肉厚が20ミリですので、360から20ミリを引いて340ミリですね。そしてこの個数いくつか選べますね。4段にしたい、3段にしたい。でこのオリジナルも含めた数で出されますので、これでいいかなというのをちょっと見てみましょう。あ、薄くなって出てますね。ちょうどいい感じがします。でこれで OK ですね。ぴったりです、ね、画面ぴったりになってますね。でそれでは真ん中のこの板だけをと隠してですね、そしてこの丸棒の内側の方を押し出して丸棒が刺さる穴を作ってみたいです。エクストルード、この押し出しですね、選びまして、この辺りでちょっと長押しをしてみます。そうするとこの深さっていうのが出て、面をですねいくつか選択をしてくれますので、あら、あ、こっち側、もう一回やりますね。プロファイル、これですね。これで、360mm で、切り抜きで OK ですよね。で赤くなってるんですけれども、よいしょ、360mm ね、ちゃんと2枚とも切り抜かれてます。でこれ真ん中の板をオフにしたのはこの時に切り抜きたくないからですね。はい、これでできました。そして、ボディ、この真ん中の板をまた、出してきまして、今度はスケッチを編集、スケッチを編集しまして、ここからいきなり、押し出しですね。でこの2つを選んで2選択済みを確認して、そしてまた360で今度は新規ボディですね、これを OK します。そうするとふわっと前の画面に戻りますね。こ
これちょっとね、不具合があります。これ物理的に、ここが重なってしまってるところがあるんですね。断面曲線でちょっと解析をしてみますと、あららら、スケッチ解析、これですね。こちらで見てみると、ちょっと拡大してみましょう、この円柱は実はちょっと細くなってから、20ミリの直径になってからここに刺さらないといけないんですが、まあ、そうなってないです、でこれをちょっと切り替えてみたいですね。でこの切り欠きをどうするかというと、修正、結合、ターゲットボディを、こちら、こっからこの板を引くというふうな、口頭作業をやってみますね。でツールボディ切り取り、そしてツールを維持、これで OK です。でどうなってるかというと、ちゃんとここで削られてズバンと、ね、穴に入っているのが分かります。でこの、分かりやすいので上も全く同じことをしましょうね。繰り返し結合、これ右クリックでこのメニュー出てきますよ。ターゲットボディが1選択済みです。選択しないでくださいね。ターゲットボディはこれ、そしてツールボディは一番上の板で、切り取りでツールを維持、 OK です、ね、できました。それから真ん中、これも物理的にこれ交差しちゃってるんですね。ですのでここに穴をくり抜きたい。でこれもまた同じです。ただちょっとだけ選択の順序が違いますので、見ていてくださいね。こちらにズバーンと穴を開けたいので、ターゲットボディが棚、そしてツールボディを棒、丸棒ですね。切り取り、ツールを維持、 OK です。でこれでを見てみると、こういうふうにちゃんと丸棒が細くなって刺さってるという状態を確認できます、ね、でステップ自体はあまり多くはないですね。あ、これは先ほど練習した部分ですね。履歴マーカーのフィッシャーすべて削除、こういう形で、まあ、割とすっきりした形の、デザイン設計がね、できていきます、ね、スケッチは1個だけしかないです。でこれ何が有利かというと、このスケッチの寸法だけを、寸法をちょっとだけ変更すると、残りのものも全て変更されるというとても良い利点があります、ね、こういうことですので、まあ、少しずつ慣れてみてください。はい、以上です。